どうも、おもっとさんでした。平八郎です。日本ハムから FA、行使中の近藤健介選手がソフトバンクに、移籍することが決まりました。6年、35億 ?40 億?もうどっち?もうどっちでもいいわ!さあ!これだ!これだ!結局これだ!結局これなんだよ!まあ、一時ネットに上がってた、西武の森友哉がオリックス行って、オリックスの伏見が日ハム行って、日ハムの近藤健介が西武に来るっていう三角トレードのあれはどうなったんだよなあ。ただただライオンズの戦力ダウンに終わりました。はい、もう毎年恒例ライオンズの戦力ダウン、え、これです。全然ウィンウィンにならない。というわけでね、今回いろんなところに僕は苛立ちを覚えてますよ。はい。まあ、近藤健介選手、まあ、迷ったの、まあ、わかりますけどね。こんな長い間ね、やっぱりね、迷われるとね、外国人選手とかの補強もね、遅れるわけなんですよ。どこ補強にしていいのか、外野なのか、サードなのか、ね。そういったところですよね。そして、ソフトバンク、後出しでね。いや、じゃあ西武がそんくらい出すんだったら、あ、こっちもボン。あ、西武が松井和夫に直接、会って、あれ、交渉したのか。あ、じゃあ、うちも、藤本監督、長谷川優也とランチだ!ドン!みたいなね。後出しだよ、あいつら、本当に。しかも、金もな、持ってな、腹立つ!わけわからん。で、そして最後に僕が腹立ったのは、やっぱり、夕刊富士ですよ。夕刊富士がね、あんな西武入り決定みたいなな。記事出してね。んで、近藤健介、あの、ファン感謝で終わった後にコメント出してたじゃないですか。ないことばかり書かれてるって。もうこの一言、これで、近藤健介があなたっていうの分かりますよね。ああ、もうセーブねえなってなるもん。生きづらくなるもん。ファン感謝デーの前にあんな記事出されて、たまんないよ。本当にな。ただね、フロント陣はね、本当に今回、近藤健介に獲得にあたり、頑張ってくれましたよね。6年24億ですよ。非常に、近藤健介に対しての誠意も感じられましたし、そしてライオンズファンに対しての熱意も、示してくれました。この誠意、熱意を、もう次に当てましょう。はい。筒香選手、もう次、筒香選手行きましょう。はい。行きましょう。もう、ピッツバーグに、かな、今、まだ。ね、フリーエージェントになってる、筒香選手、もうメジャー諦めてもらって、頭下げに行きましょう。もう6年24億、もうそのままスライドして。森友哉から近藤健介、そして筒香に、もうモテない男の典型みたいになってるよ。俺みたいな、もうね、なりふり構ってられません。ライオンズのね、未来のために筒香を獲得しましょう。これだ、もうこれしかない。今日は焼け酒でございます。さよなライオン。